丸亀市総合運動公園丸亀市民、球場丸亀市民球場は、香川県丸亀市の丸亀市総合運動公園に、ある野球場。ネーミングライツによる愛称は、レックザムボールパーク丸亀。開設から2018年2月までの愛称は、四国コカ・コーラボトリングスタジアム丸亀であった。老朽化した丸亀市場内グラウンドに代わる、施設として、1994年に、 最初の整備計画が決定したものの、市の財政難などの影響で建設決定が遅れた。2010年11月に基本設計概要が発表され、プロ野球の試合開催も可能な球場を2014年度末の完成をめどに建設することとなった。整備に際しては、香川県高校野球連盟や四国アイランドリーグプラスの地元球団である香川、 オリーブガイナーズとも競技が行われ、香川の公式戦開催も計画段階から想定されている。設計段階で監修に携わったアイランドリーグ CEO の鍵山誠は座席のカップホルダー設置やバックスクリーンへの LED ビジョン設置、内外屋のバーベキュースペースなど観客が楽しめる球場となる仕様が盛り込まれたと述べている。年月にネーミングライツのが 報じられた。応募した2社に対する審査の結果、7月に出国、コカ・コーラ・ボトリングが優先交渉候補者に決定し、契約期間3年間、契約金額800万円という条件で12月25日に、球場内で調印式が行われた。2015年2月に竣工し、2月24日、報道関係者に公開された。 2015年3月1日にオープニングセレモニーが開催された。3月3日の阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスのオープン戦が小ラ落としの試合となり、阪神のエゴシオー画が球場初となる本塁打を放った。NPB 同士の試合四国アイランドリーグプラスアイランドリーグの使用開始は3月14日に プレオープニングゲームとして、香川と徳島インディーゴソックスのオープン戦を実施、3月15日に香川と石川ミリオンスターズとの交流戦がオープニングゲームとして開催された。公式戦は4月12日の香川対愛媛、マンダリンパイレーツ戦が初試合となった。2015年は、これを含めて12試合が開催され、香川が愛媛と対戦した。 リーグチャンピオンシップ第2戦も実施された。香川は東球場を香川県営野球場に続く拠点とすることを目指し、2015年6月5日に丸亀市原田町に丸亀事務所を開設した。2017年以降もリーグチャンピオンシップに出場した年は1試合が開催され、会場後に香川が初めて出場した2018年の グランドチャンピオンシップも2試合中1試合が開催された。その他2015年は、香川県高等学校野球連盟による春季大会、秋季大会に使用された。2016年からは、夏の全国高等学校野球選手権、香川大会にも使用されている。その他、野球以外のイベントとして2015年6月に、カナダで開催されたサッカー女子、ワールドカップ。 日本女子代表戦のパブリックビューイングが実施された。また、2016年8月28日には、NHK 総合テレビで、今夜も生で、佐田正氏の生放送が行われた。命名権者の交代四国コカ・コーラボトリングとの命名権契約が2018年2月末をもって終了するため、2017年10月に、丸亀氏は新たな命名権者を公募した。 しかし、公募期間中に応募者が現れなかったことが11月20日に報じられた。初代の命名権者であった四国コカ・コーラ・ボトリングは2018年1月1日をもってコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンに統合されて解散したため2018年1月以降は存在しない企業名を冠した施設となっていた。2018年2月8日、丸亀市が香川県内に 事業所を持つレクザムと命名権契約を結ぶ意向と報じられた。2月19日、丸亀市はレクザムと3月1日から7年間で500万円の命名権契約を締結し、3月以降の愛称はレクザムボールパーク丸亀となることを発表した。香川県内でレクザムが命名権を獲得した施設は香川県営野球場香川県県民ホール 高松市や島競技場に次いで四つ目となる。南側から見た球場メインスタンドの各座席にはカップホルダーが設置されている。また、一塁側内野スタンドにはバーベキューなどもできるピクニックデッキが整備されている。この記事は以下のカテゴリでも参照可能四国国家コーラボトリングスタジアム丸亀に関するカテゴリ